こんにちはこんにちは哲学の劇場の山本隆光です吉川博光です今日はですね人文的あまりに人文的の第百七十四回目となりましたはい今日はね何をしましょうかねはい大人気コーナーの注目の新刊いきましょうかそうしましょうこのコーナーが一番あのページビューが多いんですよね そうだね。だから、何事もなければ、毎回これをやった方うがね、そういう意味ではいいんですけどね。はい。じゃあ、早速ですけど、吉川君からお願いしましょうか。はい。今日は、えー、というか、今日もすごい本を載ってきました。毎回。はい。ちょっとね、Kindle 本なんですけども。うん、何でしょうか。 お、どっかで見たことがあるな。はい。山本高光、文学のエコロジー講談社。はい。今月、えー、ついに、えー、発売されました。というわけで、はいえー、私は紙の本も、今ご覧いただいたように、n d、はい、ドル版も、両方、えー、万全の備えで <laughs>、えー、購入したところです。ありがとうございます。これ、うん、あの、出たばっかりなので、うん、まだ、あの、 購入されてない方がほとんどだと思うんですよね。うん,うん。で、あの、というわけで、著者の山本先生、うん、あの、140字ぐらいで紹介すると、どんな、はいはい、本なんでしょうか。あのね、太宰か誰かも言ってたけどね、140字で言えるなら小説書かないんだよ、みたいな。まあ、確かにね <laughs> あの。ツイッターで終わりますからね。<laughs> うん、この400ページを超える本。まあ、はい。どういう、うん、あの本なんでしょう。 そうですね、ありがとうございます。あの、文学のエコロジーって、えー、っとね、えー、っと、群像という文芸誌に連載をしていたんですが、コンセプトはまあ簡単でね、あの特に小説を中心にしてるんだけど、小説ってまあ言うまでもなく、文字で書かれていて、えー、文字でね、組み立てられているわけなんだけど、それぞれの小説にはなんかこう、世界がね、描かれてるわけね、それは核であろうが、現実であろうがね、何らかの世界が書いてあると。 ただし言葉っていうのは有限なので、うん、何でもかんでも全部書いてあるわけじゃないと、うん、そ,そうしたふうに考えた場合じゃあ一体ね言葉で何がどのように書いてあるのかというふうにして、うん、その小説の世界がどんな場所で、えー、どんな物事がね関係を結んでいるかまあそれをエコロジーと呼んでるんだけどね、うん、あのいろいろなタイプの小説を取り上げてその,、うん、の小説ない世界 のエコのーを、えー、眺めてみましょうみたいなね、そういうあの見立てで書いてみて、一、うん、つ加えることがあるとしたら、その時ちょっと、まあ、ユニークなポイントかもしれないのは、うんあの、プログラマーとかゲームクリエイターの目で見てみるっていうことをやったんですね。うん、でそれ何かというと、ゲームクリエイターってあの、うん、文章だけでは 物事が済まなくて、うん、今だったら 3D グラフィックスを使ってねあの、街だったら街を丸ごと作って、うん、その中歩き回って、えー、物を買ったり売ったり、なんでしょう、人と話したり、戦ったり、いろんなことができるっていうのは全部作らないと、えー、そうならないわけね、ゲームの場合じゃあ、ある小説に書文章だけで書かれた状況をゲームクリエイターあるいはそれを作るプログラマーの目で見たら、うん、これどうやってプログラムしたらいいのっていうね。うん そういうふうにしてですね、あのコンピューター上のシミュレーションでもしその文学世界を作るとしたら何をしたらいいかっていうことをまあ一方で考えるといかに文章がね少ない言葉でものすごい世界を作ってるかがよくわかるんじゃないかと思ってねそういうことを試してるっていうそこはちょっと変わったあの試みかもしれませんねっていうちょっと140字はとても収まってませんが、はい、5ツイート分ぐらいかなしゃべりました。はい ありがとうございました。<laughs> なるほどね。まあそこが、その、そのモチーフというか、うん、ええー、がこのエコロジー、生態学という言葉で表されていると。うん、そうですね、はい。どのようにそれぞれの世界を作っているのかと。そうんうんうん。これ、あの、目次見ただけでも興味深いあのトピックがたくさんあるんですけど、うん。あの、最後の方にはですね、うん。あの、ええー、 テキスト生成 AI についてなんかもあの、うん、言及されてますが、うん、このあたりは、まあ、ちょうど連載中に、あれなんですかね、チャット GPT とか生成型の AI が勃興、うん、してきたっていうのもあるんですかね。全くそうですね。それで、えー、っと、連載中もやったんだけどね、<laughs> あの、えー、っと、チャット GPT に老人と海、ヘミングへの老人と海に出てくる老人役になってもらって、私がその、うん チャット GPT、老人役をやっているチャット GPT にインタビューをして、うんで、そのインタビューを丸ごと載せたりしてね、うん、その、えー、とインタビューを通じてチャット GPT の可能性と限界はどの辺にあるのか、つまり言葉だけで何かをやろうとするプログラムの可能性と限界っていうのはそこで、ね、あの見定めたりするってこともやってたりするんですね。なるほど、それは面白そうですね。うん、ぜひあの読んでいただきたいですね。うん、はい。 あとね、私は特にね、個々の作品をね、うん、あの取り上げてるところももちろんなんだけど、うん、こうやっぱこの第5部、えー、文学作品は何をしているのか、うんうん、このあたりのことっていうのは、うんあの、あんまりそれとして取り上げられないテーマだよね。うん、そうだね、あんまり見かけないきり作品の分析に入ることが多いでしょうか、うん、そうそう、いろんな前提がもうあってね。うん 分析に入っちゃうんだけどね、うん、私はどうもその手前の方が気になる立ちなので、うん、ついついそういうねあの基礎工事みたいな基礎部分の方に目がいくんですね。いやーこれはちょっとあのまあ、あの文学研究とか文芸批評とかまあいろんな呼び方あると思うんだけど、うん、まあその中でもまああの前回のえっと本もそうだったけど。うんあの 文学問題も、うんあの、かなり破格なあの著作と言ってもいいかもしれないですね。そうですね、うんうん。だからそれだけにね、あの <laughs> なんていうかあの、新鮮であるって言えばいい言い方になるし、うん、悪く言えばね意味がわからないってことになる可能性もあるわけですね。うん、<laughs> まあ,あの、どっちにしても、はい、まあ、よしですね。<laughs> <laughs> はい、それでいいと思ってますね。はい はい,というわけで皆さんもぜひ、えー、お読みください。はい。よろしくお願いします。さて、えー、山本君の、えー、一冊目はいかがでしょう、はい、はい。じゃあ、私の子ですね。えっと、一冊目はこれですね。えー、おー、そうそうですね。五十嵐ジャンヌさんの洞窟壁画工、こうは考えるという詩ですね。うん、で、生徒者から刊行されました。うん、で、これはね、あのものすごい本で、あの、 なんていうのかなまあ、洞窟壁画っていうと、皆さんもねあの、ラスコーとかアルタミラとかね、はい、あのご存知かもしれません。えっ、ー、と、時代的なはどうでしょうね。4万年前から1万何千年前かっていう、まあ、旧石器時代の、えっ、ー、と、どっちかというと後期の本ね、時代によく書かれたというので、今でもその中のね、いくつかが残っているわけなんですけど、この洞窟壁画を、 テーマとして、もうな,なんかね、あらゆる角度から一体何なのかということをあぶり出してくれる、うん、あのものすごい本なんですね。で、それは正立を見てもらうとわかりますけどねあの、まず何が描かれてるかっていうモチーフね、動物や人間や記号みたいなもの、それからどうやって描いたのか、これは技法の話ですね。それからなぜ洞窟に描いたか、まあここは推定,しか推定するしかないんだけど、遊びとしてやったんだとか、呪術の えー、ツールなんだとかね、えー、シャマニズムのなんとかなんだっていういろんな仮説があるのも整理してくれているし、いつ描いたのか、それからどこに残っているのか、そして誰が描いたのかっていうことをですね、もうなんていうのかな、これ一冊まず読めば、洞窟壁画についてね、今我々が知ってることを考えていることが網羅的にわかるという、なかなかですね、こう百科全書的な本でね、私はあの今、 ちょうど読んでる最中なんですけどね、おすすめしたいなと思って取り上げました。いや、それは面白そうですね。うん。ぜひ私も読んでみたいです。はい,はい。ぜひぜひ。ありがとうございます。はい。いはい、はい、じゃあ、吉川君2冊目お願いします。はい、次もすごいですよ。うん。じゃーん。どうああカセットテープ完全あるの <laughs> すごい。 カはい、あの、まあ、僕たちの青春を彩ったカセットテープのすべて、うん、ステレオっていうのは雑誌のところですけど、うん、そこがあの編集したムックですね。おおすごいですね、今このタイミングでね、カセットテープ。はい、あのまあ、カセットテープが今、そのアナログレコードに続いて、うんあの、脚光浴びてるっていう現象があるようなんですけれども。 まあ、プラス、我々の世代っていうのは、カセットテープ直撃されてる世代で、うん、中学校の頃、らもう、も、ほぼもっぱらカセットテープでしたよね。そうですね。1980年代だあの、レコードもあったし、CD も出かかったってたんですけど、うん、あの、一番廉価だったのはカセットテープだったので、そう。あの、レコードレンタルショップ U&I などで、<laughs> その、レコードを借りて <laughs>、 懐かしすぎて涙が出るね、うん。それをカセットテープに引き込んで、そう。それを繰り返し聞くっていうね。ウォークマンとかでね、ラジカセとかウォークマンで聞くんだよね、それをね。でね、これ今見ててね、本当に、あの、まずね、カセットテープ年間っていうのがあるんですよ。そう。使用メーカー5社の年表がね、1年ごとに載っててね。すごいね、どうやって調べたんだろう。いや、もう、調べたんでしょうね。かなりだって出てたよね、あの。 同じメーカーからもさ、グレード別にいろいろ出てたじゃないあの、そうなんですよ。いまだによく覚えてるけど、あの、高いものになると、なぜか金属製でできて、あの、<う>入れ物のケースがさ、金属でさ、<laughs> うん、うん、すごいですね。カタログになってる。で、私がね、うん、まあ、ある種カセットテープをの世界に入り込んだのが、うん、大体1986年なんですけど、ほうほう、うん、まあ、中学2年生っていうことですうね。うんうんうん 本当に懐かしくて、まずソニー、これリーディングカンパニーですね。マクセル。UD2 という大ヒット風テープがあって、これハイポジションの、いわゆるハイポジションって言われるグレードの風テープが一般庶民の間に広まったきっかけだと思うんですけど、あとは新山のアクシア。あと、太陽油田のザッツ。 あった <laughs> <laughs> これらがね、もうまさに群雄割拠という感じで、うん、本当に懐かしい。いいえ、調べ上げたんだね、それを。うん、でもね、本当にね、こうそのパッケージとか、うん、あとあの、カセットテープ本体のカセットのデザインとか、全部覚えてるじゃん。そう、うロゴとかね。うん あとカセットテープって必ずあの紙のねシートが入ってて、そこに我々はダビングしたアルバムの曲をね手書きで書いたり、レタリングしたりしてね、持ってたんですよね。このレタリングっていうのがまたね、うん、あのやたら、やっぱ ABCDE ぐらいまでがやたら早くあのなくなるんですよ。当たり前だけどね。当たり前だけど。結構多めに用意してあるんだけどね、それでも足りなくなったりしてね。うん、そう やったやったたくさん作ったよカセットテープねうん自分で編集したりねそうそれを人にあげたりねうん、うん、これ一時停止しといてさ別のレコードとかカセットテープからこうダウンしてっていう,うすごいあのめんどくさいやり方をしてたわけです今だったらデスクトップでねファイルをちょちょっと選んで並び替えるだけなんだけどね、はい、やったらめんどくさかったね私が特に思い出深いのは、うん、あのザッツ ののこ三角窓のカジノと、あとはね、なんといっても、このソニーのね、この、大体黒が多いんですけど、ボディ。白なんだよね。HF プロああ、あったい。これはすごい懐かしくて、で、このあまりにも私、この HF p r のね、泡が好きすぎて、ただね、これ、ノーマルポジションなんですよ。メタルじゃないんですね。でね、ソニーのメタルテープを買ってきて、 あのドライバーで筐体を分解して、うん、中のメタルテープをこの HF ポロに入れ替えたりしてましたね。<laughs> すごい、ね。<laughs> なんか不具合があったのかなかったのか、ちょっと自分には分かんなかったんですけど。うん、<laughs> 真っ改造してたんだ、そこまですごい、うんまあ。というわけでね、あとね、うん、いろいろ各社の,あの開発者などのインタビューとかね、うん、あって。 あの何ていうか、40代の人もギリカセットテープ使ってたかなそうかもしれないね、うん。まあ50代、60代はもうほぼ確実に使ってると思うんですけど。うん。あと当時はだって、あの CD やレコードの代わりに、カセットテープに音源を吹き込んだものも売ってたからね。そうそう、あった,あった。うん、私、最初に買った、そう,そ,あのそういうあの自分でダビングしたんじゃない、うん。 あのの買っったたも確かテープだ気がするうん私もそうだと思うな。あの風の谷のナシカのサントラとか買ってました私は。私はねプロジェクト A のサントラでしたね。もう分かんない人には全く分かんない世界ですね。というわけでちょっと若い人には申し訳ないけどただね若い人にとっても。 今、あの、数テープが再評価されるそうなので、うん、まあどっちにも楽しめる一冊になったるんじゃないでしょうか、うん。うん、いいですね、はいあの。歴史の遺物としてもね、いいし、はい、思い出の品としてもいいですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、えっと、私の二冊目ですね。はい、今、吉川君がテープの話をしたからというわけじゃありませんが、音楽の本ですね。うん、えっと、ボエティウスの音楽協定。はい。 えー、伊藤智一さんの翻訳で講談社学術文庫から出ました、うん、でこれはですね、あのー、まさかねこんな形で翻訳が出るとは思っていなかったんですが、うん、ボエティウスっていうとね哲学の歴史ではあの、えー、と彼はねあの政治家でもあったんだけど政治のなんていうのかな陰謀に巻き込まれて、えー、牢獄にぶち込まれてねで牢獄の中で書いた哲学の慰めっていうのがとても有名でね、うんうん、これはよく読まれて。 きたんですが他にも実はね、あの幾何学の本とか、算術の本とかね、この音楽の本とか、いろんな教科書みたいな本を書いていて、これが実はね、あのボエティステと5世紀末から6世紀初めの人なんだけど、うん、要するに中世の入り口ですね。うん、中世の入り口で彼が書いたこうしたあの教科書が、後のね、あのリベラルアーツの、えー、と基礎みたいになっていて。 結構そういう意味では、ね、あの思想史的な大事なんですけど、うん、ところが、ね、哲学の慰め以外はあまり訳されてこなかったのが、うん、今回「音楽協定」っていう本が突然あの講談社学術文庫の略、ね、し卸しで登場したっていうのでちょっとびっくりするとともに皆さんにもぜひお伝えしたいなと思ったんですね、うん、すねごい企画ですね。 いや、びっくりしました。これがね。うん、あの普通に考えたらさ、三つ消防で6000円みたいにで出てきても、全然文句が言えない企、うん、をね、うんうん、ねこんな形で出してくださっていて。まあ、一言だけあの、ちょっとね、誤解があるといけないので、そうやっておくとね、うんあの、この音楽協定っていう時の音楽、それからリベラルアーツ、アルテスリリベラレスのね、あの自由楽系の音楽っていうのは、今我々が考えている、あの バンドが奏でる音楽とかクラシックの、ね、音楽とかああいう音楽っていうのとちょっと違っていて、うん、えーとハルモニアといって調和の楽なんですね、うん、何かが調和しているっていうのを数学的に検討する学問なのでこの本もそういう意味では音楽理論ガチガチの音楽理論書でね、うん、半分以上こう数学の本を読んでるような気分になる、うん、そういうあのものだっていうのはちょっとね <laughs> えいや音楽の本と思って注文したら全然そうじゃなかったってね、<laughs> 後で言われても困っちゃうのでね、はい、先に言い添えておきたいと思います。はいまあ、実際、音楽のに関する学問というのは、そういう出自があるっていうかね。うん、そうそうそう。うん、で、うん、あの、そう,そうそう。半分しか関係しないと思うけど、うん、私、中学校の頃にすごく印象深かったことが、うん、あの、音楽の教室に行くと、うん、あの、偉大な 音楽家の肖像画が飾ってあるじゃん。で、あの、なんか国語とか古文とか読むと、すごい昔のもの読むわけじゃん。うん、で、音楽でもそれぐらい古いのかと思ったら、全然そんなことなくていい。<そう> <laughs> 結構新しいものなんだっていうのに、結構衝撃を受けたう、ね、そうだよね。近代以降って感じになっちゃうもんね、うん、急にね、音楽はね。そう。で、逆にルネサンスとか中世のヨーロッパ音楽っていうのは、あんまり。 そういう意味ではね、うん、教科書では使わないんだよね。うん。そうそう。まあ、貿易ユースの音楽協定は、そういう意味では、うんあの我々が音楽教室あの、音楽の教室で習ったものとはだいぶ違う。うん。そういう意味では発見の多い本かもしれないですね。そうですね。そういうふうにして、あのちょっとね、見ていただくと面白いんじゃないかと思いますね。は,い、はい。じゃあ、えっと、吉川くん、3冊目はいかがでしょうか。はいはい、これね、うん私ね、楽しみすぎてね。うん。 今日なんか、アマゾンの箱が妙に重いなと思ったんですよ。2刺さってました。<laughs> <laughs> どういうこと <laughs> 多分ね、楽しみすぎてね、2回予約しちゃったんだと思ったす野本隆さんの関東の宝石哲学、計、うんはい、争書もですね。同時に届いたな、ね、しかもね。あのね、よくあの予約されましたっていう時に、うん、あっと思って予約するでしょ、うん で、観光直前にまた流れてくるじゃん。で、その時に、予約したことを忘れてて、あ忘れてた、忘れてたって言って、あの、忘れてないんだけど。で、あの、もう、注文しましたっていう文字があるのに、それにも気づかず、そうね。勢い込んで、もう一回押してしまうっていう。なんせ、欲しいからね。はい。目に入らないんだよね。そうなんですよ。まあ、タイトルのままなんですけどね。うん。あの、野本さんといえばね、フレーゲの。 あの研究ななどで有名なそうだよね。<の>だって9月に確かフレーゲルネッサンスってこんな研究書出したばっかりじゃなかったかなこれがね、うん、まあ、あの、この研究をしながら、うん、あの、関東がその、研究の局面局面で、うん、まあ、新たな相帽で現れるみたいなことがまああったと。うんうん、で、あの、 まあそのことをちょっとこの本ではあの今回まとめてみたと。うん、で、主にその論理・数学・科学の哲学をめぐるカントと、まあ、現代哲学との緊張関係について述べてあると。うんうん、でね、目次見てみるとね、うん、これ、あのちょっとね、中上級者向けのカント再入門書みたいな趣もある。うん、うん 1> あの第1章はね、関東の理論哲学ということで、認識の問い、関、ま、東、あ、が切り開いた、あの超越論的なあの分析について。うん、で、第2章が、純粋理性批判と現代哲学の一資格ということで、うん、現代哲学あの、えっと、論理主義やゲーデルの不完全性とかと関東との関係っていうのが論じられてたりとか。うんうん いずれにしてもね、その2つの、だから現代に近いね、分析哲学、うん、そして今主流の一つでもありますけどね、うん、その分析哲学の手法とともに、その古典、まあ今や古典と言ってもいいね、カントの哲学というの、だから両方をふ触れて学べるっていう、うん、ある意味一粒で二度おいしいパターンのね、うん、あの本でもありそうですね。まあそういうわけで、ちょっとこれは、あの、 もう一冊の処遇とともに、うん、あ考えたいと思います。私も今から注文しますが、2冊にならないようにちょっと気をつけたいと思います。ではですね、3冊目、はいはい。3冊目ですが、こちらですね、ちょっと光の具合で見づらいかもしれないけど、はい、えと落合博文さんの哲学は科学この、この科学は化学です。哲学は科学を挑発する。 科学哲学哲入門、えー、これは面白いタイトルですね、うんうん、そうなんですそしてねあのタイトルの通りで、うん、えとご本人落合さん自身はね合成科学とかあの化学の哲学を専門としている方なんですが、うん、その立場からつまり化学者としての立場から、うん、おいおい哲学の発想必要なんじゃないのみたいなことをねあの書いてまさに挑発をしているもので。うんうん もとはその科学同人から出てる、立刊誌の化け学っていう雑誌に連載をしていたものなんですけども、えー、これはとっても面白くてね、あの哲学に興味がある人ももちろん読むといいと思うし、化け学のね、皆さんはまあ、えー、それはそれぞれ <laughs> お立場によるかもしれませんが、うん、依然しても発見があるような気がしていてね、で、それはなぜか、な何かっていうと、一点だけ申し上げるとね、これは著者が、落合さんがね、そういうことを書いてるんだけど、うん 化学、まあ、ケミストですね、化学者の営みっていうのを見ていくとね、もはやあ,の、まあ、ある程度理論とか実験の手法が確立されているので、いろいろこれから研究しようって場合もね、もう手順大体あって、それをいろいろなんていうのかな、組み合わせを変えながらね、試していくみたいな側面があってね、ある意味、その半分自動化された知的生産のプロセスなんだと。 でそういう場面ではあの、哲学に必要とさ、哲,哲学が行おうとしている熟慮とか内省っていうね、うん、これはあの彼はウィルフリード・セラーズから借りてくるんだけど、熟慮や内省っていうのはなくてもね、それはできてしまうと。で、それでできる範囲の研究はもちろんやればいいんだけど、うん、いつでもそれだけで足りるかっつったらそんなことはなくてね、うん、実はあの化学者もね、本当は、 えー、どうかわからないことについて、ある仮説とか仮定とか、うん、もっと言えば、場合によってはイデオロギーみたいなものに乗っかって、うん、いろんなことをやってるのでね、その足元がどうかっていうのをやっぱり考えなす必要もね、時にはあるんだと。で、その時、哲学というのはね、やっぱり役に立つんじゃないかっていう指摘をしているんですね。うん、なるほど。まあ、うん、確かにね、あのクーンの,あの言い方では通常科学みたいな。うん あの状態の営みっていうのはあの一方ではあって、うん、それはそれで非常に大事なんだけどそこにどっぷり使っていると、まあ、新しいその発見とかがあのなかなか出てこないっていうのはあるかもしれないですね。まさにそういういことでねあのだから 基礎,基礎的だと思われている、もう自明だと思われている概念ももう一回違う、うん、角度からね、見直すことで次の発見というのは、まあ科学の歴史を振り返ったら、そうやっていろんなことがね、刷新されてきたので、ま,まさに空の、ね、見立ての通りでもあるんだけどね、そういう刺激と挑発をもたらそうという、まあ、試みであの、結構面白かったのでね、皆さんにもご紹介します。ありがとうございます。ちょっとあの、私も読んでみたくなりました。 ぜひぜひ化学の歴史もねあの軽く、うん、整理してあるしね、うん、それが哲学古来は哲学の歴史と重なってもいるんでねうん、うん、そういう意味でも面白いと思いますね。そうね確かにあのどうしてもその最近は生物学も脚光を浴びてるけど、うん、その前は物理学で、うん、あの化学も哲学と非常に密接な関わりを持つにもかかわらずそれほどね、うん、あの注目普段はされないところがあるので。 そうなんだよね。原子論なんてまさに古代ギリシャのね、哲学だったりもするわけだけどね、そういうものが今どう見られてるか、原子と元素はどこはちどう違うんだとかね、うん、いうことも考えると実はよく分かんなくなってくるっていう面白い指摘もいっぱいあります。ありがとうございました。はい、というわけで、まあ、今日6冊紹介したわけですが、1冊目にご紹介した文学のエコロジーは、 まあ少なくともマストバイということで、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。じゃあ、今週はこのあたりにしますかね。そうですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。